はい、どうもこんにちは。先日3冊目となる本が発売されました。この動画を見てくださっているあなたのおかげです。本当にありがとうございます。ということで、この動画では技術系の本が1冊できるまでの制作過程をご紹介していきます。1、ミッションを手に入れる。ある日メールが届いたわけで、そこから本を作る作業が始まります。依頼人は編集者。私が出した答えはもちろん OK。 2、アイデア出し。そこでまずはアイデア企画出しをしていきます。とにかく思いついたことをいっぱい出していきます。やりたいことや役立ちそうなこと、そして簡単にできそうなこと、とにかくいろいろ出していきました。ついでに本の特典もいっぱい盛り込んでいこうと考えたところ、これが後に大変なことに。3、選定。アイデアを出したら、そこから実際に何をするかを選んでいきます。難しすぎるテクニックは初心者に優しくないから却下。一度説明したことはなるべく却下。撮影に時間と予算がないのも却下。これで大体決まりです。4、素材集め。続いて編集で使用する映像素材とか音楽素材とかを集めていきます。この素材は特典にもしていきたいので、全部自分で作ることにしました。通行人が見ている中でよくわからない踊りをしたり、以前撮影をしたところに連絡をして使用する許可をもらったり、あとはガレージバンドで音楽を作ったりしました。これで準備は OK。 5、実際に作る。撮影した素材をラップトップに詰め込んで、そこから実際に動画を作っていきます。実際に作ってみるとページ数が足りなかったり、似たような内容になってしまいがちなので、そこは編集さんと話しながら内容を変更していきました。ちなみに動画を編集する様子は後で見返すことができるように画面キャプチャーをしておきます。6、文章で書き出す。画面キャプチャーした編集の様子を見ていきながら、今度はそれを文章にしていきます。動画編集の本ということなので、写真をキャプチャーして文章を書いていきます。もちろん書いたところでそれがそのまま載るわけでもなく、編集さんと話していきながらページ数や期限を意識しながら、とにかく修正、また修正、そして修正。正直修正が多かったりして、いつ本の内容が出来上がったのかはよく覚えてません。7、特典を作る。文章が出来上がったらこれで完成かと思いきや、大変なのは実はここからです。文章と写真だけでお金を取るのは申し訳ないので、特典素材を作成していきます。まずはチュートリアル作成。本書に書かれている内容をオンラインコースのような形でチュートリアル動画として作っていきます。実は完成したのは発売日の数日前で、かなりギリギリでした。他にも音楽素材とかテンプレートとか動画画像素材も叩き売りのごとく詰め込んでいきました。これでようやく終わるかと思いきや、編集者からのミッションがもう一つあります。8、宣伝用の動画。ようやく文章と動画を作る作業から解放されたかと思いきや、この動画もまた文章、コンテ、編集という作業でできています。もし今あなたがこれを無事に見ているのであれば、ようやく終わりに近づいたっていうことかもしれません。しかしあなたにとっては始まりかもしれませんし、そのお手伝いができるのであれば、私としてはとても嬉しいです。ここまでお仕事をさせていただいているのも、こうして見てくれるあなたのおかげでもあります。ということで、ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。